目の上のタンコブを取り去って信頼できる国と歩んでいけばいいんですよ。日本経済新聞2019年9月27日安全協力の距離感変化防衛白書韓国交代でゴーイン浮上オーストラリアとインドが浮上しました韓国さようなら。記事によりますと防衛省が27日に公表した2019年の防衛白書では各国との安全保障協力での距離感に変化が見られた。韓国は日韓軍事情報包括保護協定 GSOMIA の破棄決定などを受けて技術量が減少した。敵国やもん。一方オーストラリアやインドなどは技術の厚みが増した。中国は軍事力拡大に懸念を示した点は例年と同じだが関係改善を受けて書きぶりに配慮がにじんだ。まあ今のところ穏便にっていうことでしょうね。赤い勢力は残念ながら敵ですからね。この世の中は資本主義対共産主義社会主義の戦いですから常に日本は狙われている。世界を牛耳っている勢力が常に戦いや言うたからしゃあないね。で、自民党、安倍政権はけしからんって必死になって言うてる人たちは赤い勢力やと思う。チームコミンテルン。地戻ろ。防衛白書は年一度、最新の防衛政策や海外との防衛交流の現状を国民に伝えるために発行される。今回は18年末にまとめた新たな防衛大網や中間防衛力整備計画、の中身を反映し、宇宙やサイバー、電磁波の新領域防衛の拡充に力点を置いた。ここでも争いや言われてんねんな。アメリカや中国、ロシアが最新兵器を開発し、安保環境が急速に変化しているとも指摘した。ああ、怖いね。今回特徴的だったのは、各国との安全保障協力の章だ。同盟国のアメリカを除き、防衛交流が活発な国から順に示すが、韓国は技術順化2番手から4番手に後退した。だってジーソニア破棄したり、レーダー照射検証してきたりするから敵やねんって。4番手って、それもおかしいと思うわ。で、日韓の防衛交流は、18年10月に国際観艦式に参加しようとした海上自衛隊に韓国が自衛艦機の直実機を下ろすよう求めたことなどから1年以上滞っている敵やねんって。10月の海事観艦式にも韓国軍は参加しないというか誘ってない、招待してないからね。白書では8月に韓国が破棄を決めたジーソミアに関し韓国政府から終了させる旨の書面による通告があったと事実のみを淡々と伝えた。防衛省の担当者は韓国とは新たに紹介すべき実績がないと語る。韓国はもう足手まといやからあさり切り捨てたらいいと思います。で、防衛省の河野太郎さんは27日の記者会見で日韓関係は非常に重要だ、韓国には賢明な判断をぜひしていただきたいと強調した。大人の対応。一方、日本が提唱する自由で開かれたインド太平洋構想を見据えた変化もあった。もう韓国は敵国って見せてて、こっちの方が大切です。準同盟国の位置づけで紹介順がトップの豪州はオーストラリアは内容が厚みを増した。2ページ以上にわたり協力内容を記し、インド太平洋地域の特別な戦略的パートナーだと紹介した。日豪は現在、日本とオーストラリアは現在、日本では初となる戦闘機の共同訓練を北海道で実施するなど、海洋進出を図る中国を念頭に部隊間の実践的な連携を強化している。国際共産党、中国支部、怖いからね。中国共産党は日本共産党と同じ組織で、各国の共産党っていうのは一つの組織の国際組織ですからね。やばい組織なんですよ。記事戻って2番手に昇格したのはインドだ。約2ページを割いて部隊間の交流などを紹介し、地域やグローバルな課題に対応できるパートナーとしての関係と基盤が強化されていると強調した。日本とインドは12月に初めての外務防衛担当閣僚協議の開催をインドで予定しているやけ。物品役務総合提供協定 ACSA
てのの締結も目指しているやて。物品駅務総合提供協定ってなんやねんって思ってちょっと見てみたら、ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典に載ってて、略称アクサって言われてて、アメリカ合衆国と同盟国との間で必要な物品と駅務を総合に提供し合えるように規定する協定なんですって。とにかく世の中のシステムっていうのは赤い勢力との戦いですから、中国共産党やロシア、北朝鮮は赤い勢力、あ恐ろしいな、あいつらから身を守らないといけないんだよということで、他の国と協力し合ってその勢力から身を守らないといけないんですよ。で、日本で反安倍とか安倍やめろとか言うてんのは共産党系、国際共産党、コミンテルン系やねんな。とにかく反安倍勢力、安倍さんのこと嫌いだな、まあ、実際嫌いかもしれんよ。マスコミとか信じて安倍さんのことなんかちょっとおかしいなとか思ってる人多いと思う。がしかしですね、それはマスコミの洗脳やわ。この世の中には日本人のようで日本人でないペンペン、それは何かと尋ねたら、まあ答えは言わへんけど、そういう人たちいるやん。うちらと違う種類の人たち、そういう人たちが今一生懸命自民党を潰そうとしてんのよ。残念ながら本物の日本人にとって民主党とかはありえないから、あれは国際組織だから。いやでも自民党を支持して諦めるしかないのよ。で記事戻って、東南アジア諸国連合 ASEAN 各国の記述も6番目から3番目に浮上した。2プラス2の枠組みを持つインドネシアを筆頭にベトナム、シンガポールなどの共同訓練をアピールした。中国については諸外国の軍事動向の章でアメリカに次ぐ2番目に取り上げ、急速に拡大する軍事化の脅威を改めて指摘した。中国は新領域でも存在感を高めている。もう侵略する気満々や。日本は侵略国家とか言われてるけど、あいつら日本に全てそういうこと押し付けるからな。日本は石化しないように一生懸命戦っただけの話やないかいっていう感じ、満州国にしても。で、ただ中国との関係は改善基調にあり、防衛分野でも4月に海自の艦艇が7年半ぶりに中国を訪問した。6月にはシンガポールで防衛相会談を開催し、ハイレベル交流の促進で一致した。白書ではこれらについて紹介し、中国との安定的な関係は不可欠な要素だと表現した。国際共産党コミンテルン中国支部となんとかうまく表面上やっていける感じなんですが、これは安倍さんも作詞でうまいことやってるなって思うんですね。まあどういうからくりがあるのか知らんけど、トランプ大統領になってしばらくはチームブルジョアジーが喧嘩取れるって感じで、コミンテルン系ちょっと残念なことになるん違うかなって観察しているんですが、どうなんでしょうね。まあとにかく韓国は日本にとって敵、チーム北朝鮮になってしまう感じですね。